動亭さんでございます。はいはいはい、またえらいとこ見っけてきたけど、なんですかここは。はい、こちらは、はい、兵庫県朝来市にございます、はい、山の牧場。山の牧場でございます。はい、わかりました、帰りましょういつもの帰りましょう。またまた出てきましたけど、はい、もうね、いつもの帰りましょうとは違う帰りましょう。ガチ系、ガチ系な、ガチ系の帰りましょう。もうね、いいじゃないですか。え、もう祈りさんも、え、新海新君も個人チャンネル持ってるし、テイソン先生もあげたし、個人チャンネルもう細々とやっていきましょうみんな各それぞれ個人チャンネルでもこんな危ないところに置こうやんと。先生、あの、それではですね、はい、もうメインチャンネルの会議の間が進みませんので、はい、今日も心霊スポット検証よろしくお願いいたします。行く、お願いします先生。お、出た、出たね、あの、はい、私ですね、はい、命がけでこちらロケハンドできました。んでしょうね。なのでなんか逃げ帰ってきたって言ってたよね、うん、これ上がってるかどうか分かんないですけど、もう奥行くにつれプレッシャー、あー多分あれやね、電話した時のあれやろな。あ、あの、その説はありがとうございます、はい、先生、はい、全然聞こえてなかったんですけど、ね、はい、なんかトランシーバーも調子悪かったみたいで、一応先生の電話の内容は伝えたんですけど、うん、はいはい、あんま伝わってなかったみたいで、でも怖なって逃げ帰ってきたって話です。なるほどね、まあまあまあ、でもそれぐらいのこと。あ、あの、もしもバッグだけ持ってきといてほしい。わかりました。まあそんなことぐらいあるでしょう、うんうん、確かにね、今日もね、ここに到着して準備してる最中から、うん、ちょっと空気が変なんですよ。うん、あのね、到着してから、ええか、そんなことは聞きたい。到着してから聞きたいっす。あの、やっぱり変わってきてます、空気は。なんか徐々に変化してますよね。うん、変化してる。まあそれも全部後で言うけど。あ、そうですか。あの、はい、お待ちになられております。え、マジですか。はい、お待ちになられておられますって感じで、まあまあいいですよ、とりあえず曰く聞かせてもらいましょう。はい、わかりました、はい、山の牧場、兵庫県朝来市にあります。正式な名称は朝日牧場、または朝日牧場という牧場跡地です。何でもないような場所に見えますが、実は心霊スポットとして知られているそうです。赤い屋根の牛舎には牛を飼っていた形跡がない。2階建ての建物や2階上がるための階段がない。建物内にびっしりとお札が貼ってある部屋がある、等々の不思議な曰くがあるそうです。心霊現象としましては、動物の霊が出る UFO 基地という噂があるようです。なるほど、はい、先生、はい。UFO 基地という。好きそうやな。そんな話もあるようですか。余裕ぶっこいてられるのも今のうちだけですけどね。今回はおふざけなしでいきたいと思います、はい、はい、うん、結構何があっても不思議じゃない感じやから、まあ驚かんようにだけしてもらって、はい、なんて言ってんかな、いや確かにすごい雰囲気とかっていうのを感じるかもしれへんけど、その悪意のある感じではないので、なんて言ってんかな、過度に怖がらないようにだけしてもらったらいいかなと思うので、その心がけだけね、皆さんしてもらって。え、うなずいたら、強くうなずいたらぶつかります。あ、そうですか、気をつけてもらって、うん、はい、だけしてもらったらいいかなと思いますと、はい、ということで山の牧場、朝日牧場、はい、検証、まあ、検証っていうかもうええか、はい、検証行ってみたいと思います。それでは今回もお付き合いよろしくお願いいたします。すぐ行ってみましょう。こっち。あ、後ろです。あ、こっち？はい。はい。行きましょう。はい。怪奇の間。よし。
まんま残ってる感じ、ね、事務所やったんですかね。なんかそんな感じするよね。うわぁ、ここの建物なんですけど、うん、2階に行くルートがないんですよ。ん、へぇ、あ、なんかさっきの岩国にもあった。あ、ほんまやね、2階あるね。そうなんですよ。で、ロケハンの時も見に行ったんですけど、うん、ここなくて、どうやって入るんやろ。ほんまや。へぇ、個人やとかね、ほんまや。階段確かにないね、うん、外階段もないのか。ないね。うん、ないな。まあまあいいんちゃうかな。ここ別に何もないし。何もないし。さっき岩国に、うん、石とかを張ったケースリーじゃないって言ってたんですけど、うん、牛飼ってた牛舎とかじゃないですか。あ、ここ、うん、あ、牛舎、はい、あ、そう言われたらそんな感じもせんでも。柵あるしね、うん、牛飼ってたか飼ってなかったかは別にどっちでもいいじゃない。そして重要なことではないのかもしれない。なるほど。してたんでしょうね、うん、多分ね。ここだと匂い違うね。匂いは違う。うん。あ、すっごい。え？めっちゃ嫌な匂いするわ。どこや？ていうか、ちょっと待ってください。人の声してる。え、今めっちゃザワザワザワって人の声しました、うん、この感じ。あ、ほら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 、ふーって言ってません？はい、怖い。女の人、うん、これなんかすっげえ嫌な、この匂い何の匂いやったかな。何の匂い、
まあでもなんか お化けさん幽霊さん系ではないね、どちらかというと祈りさん好き系の、え、妖怪系の匂いだと思う。マジですか。うん、あ、獣系の匂いやね、独特の。まあまあ何かせん限りはあのこっちにアプローチないやろうから。なるほど。ただあんまり長居するとこれ近づいてきてるね今。足音してた、足音というか近づいてる音してたから。あ、あかんわ、匂い強くなってきてるわ。行こっか、出ましょうか。うん、屋上みたいになってる。うわ、足元はガラスだらけですね。うん、危ないね。うん、まあまあ本丸は全然ここじゃないし、まあ、ただその気配の正体はあのそういうあの何異形の方というか、うん、もののけさんとか精霊さん妖精さんとかっていう類の方々の感じなので。なるほど。まあまああまり荒らさんようにスッと行った方がいいかなと思、はい、います。終わりました。思います。はい。出ます、出ます。出ましょう、出ましょう。はいはい。え？なんか、あったんすか？先生がなんか出ます、出ますって言うからないかなと思って。何ここ。うわ、何これ。何やろ、分からん。広っ。からちょっと雰囲気違うな。テレビ。静すぎません、ブランカンテレビ。うん、でそのそっちの方から全部生活用品と会社の用品ごちゃ混ぜで置いてあるんですよね。でどれのが汚れすぎてないんですよね。え、汚れすぎてない、ここで被ってないのとかもかなりあるんですよ。へえ。これは、え、どうしたんですか。想定以上かもしれない。想定以上、うん、まずい感じですか。いや根本は変わってないんだけど、その訴えてき方が、うわ
いや、ちょっと今目の前に靴があったのでちょっとびっくりしちゃった。片方だけやな。が書類？何のか金ですの。ああ、伝票とかやね。そうですね。全部置きっぱなしで。置いとけておかしくないですか。なんや、まあ、倒産してしもたんかな。こっちはお手洗いで、まあ何もないな。ここは。あ、え、お手洗い。うん。ここは入っても大丈夫。あ、別に大丈夫。出てます。あ、大丈夫。ここめちゃくちゃ怖かったんですけど。これ大丈夫ってことやね。ちょっと覗いてみる。いや、これ。全部閉まってたんですよ。全部閉まってた。開けた？開けました。うわ。ほら、その模様、その模様はじゃあ裏返りのまでまたお願いします。いや、見てもらおうか。そうっすよ。ここ何もないっすね。ここ先生が言うにはそうやね。怖かったっすけど。そうそうそう。あれ、なんか言ってる。え？大元がそこじゃないだけで、もちろんそこにも影響はあるよ。あ、そうなんだ。ここがエグいから。ここがエグい。うん。ほう。これすごいな。そういうことか。そういうこと。うん。なるほど、OK、わかった。これで行こうか、そのつもりで行こう。はあ、え、ここが、じゃあ、そのシン君が最後入られへんくて帰ってきたっていう、あ、ここまでは入ったんです。ここってもうちょっと奥まで行ったんで、そこは先導できます。あ、まだ奥はまだまだ、はい、多分向こうや。あ、そうです、あっちやろ、方向すごいもん、すごいこれ、すごい、マジか、これ迷うなぁ、どうしよう、迷う、うん、これ迷うわ、ちょっと待って、なんかちょっと待って、線ついた、気持ち悪い感じになってしまうんですか。なんかこの上の鉄骨も気持ち悪いね、これ。何これ、車、うん、車やな、うわ、うわ、うん、えらいとこやな、お前。
ここは何？何の部屋これ？ちょっと見てはいれないですね。うん、ちょっとそんなことちょっと。え？向こうやな、ね、こっちなんですか？え？うん。行く向こうやな。向こうです。あ、これはまだ途中ってこと？ここでお話できたと思ったんですけど、先生。お話できた。はい。うわ。温度がめっちゃぬく感じてる。これが熱くなってきたんですよ。これ、くそ、めっちゃめんどくさいな。なんか言うてます？うん、言うてんね。年中出してもらっていい？年中？え、年中？うん。女の人の声ってしてない？今のボイラー室でもしてました。してた、はい、それごめんけどちょっと合わせておいてくれへん？ちゃんと聞こえたら今って言うと、はい、俺全然違うのに合わせてるから今。ああそうなんです。そらロケハン行けてないです。ああオッケーオッケーオッケー、そんでいいわ。この奥やから。あ、ここか、こっちからか、この中か、くそー。うわ、もうここまで来たら正体移したいですね。ん、ほら今なんかおったんちゃう？クソ邪魔やな、これ。入ってこれもどうするか。結界。うん。むっちゃ言いにくいことなんですけど。はい。いや、クソ。やってきたか。これ、YouTube 言うていいんかな？ま、ちょっと衝撃的な内容なだけに、そこまで強烈なのは聞きたくないって方は、これは、うん、マジで聞かない方がいい。聞かない方がいいかもしれないですね、うん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願い申し上げます。